クセニア・クラシルニコワ。ペルミに生まれ、4歳の頃にスケートを始めた。やがてクセニア・クラシルニコワとペアを結成し、2004から2005年シーズンより、ISU ジュニアグランプリに参戦。同シーズンには、表彰台に上ることはなかったが、翌2005から2006年シーズンには、JGP クロアチア杯と JGPSBC 杯でに、大会連続2位となり、 初出場の2006年世界ジュニア選手権では3位となった。2006から2007年シーズンには JGP リベレツで ISU ジュニアグランプリ初優勝を飾り JGP ファイナルでは2位。2度目の出場となった世界ジュニア選手権では2年連続の3位となる。また、ロシア選手権のジュニアクラスでは優勝を飾った。 2007から2008年シーズンには JGP ファイナルで2シーズン連続の2位。世界ジュニア選手権では優勝を果たした。2011から2012シーズンは、オキソナ・ネゴラティとのペア2010から2011シーズンは、サビーナ・イマイキナとのペア2009から2010シーズンまでは、クセニア・クラシルニコワとのペアハット ABC 大会では、ベラガザロワ。 有利ラリオノフ組が1位になったが、後日、ラリオノフがドーピング違反で失格となり2位以下が、繰り上がった。国際スケート連盟アンチドーピング委員会による、決定繰り上がり後の公式順位2008年6月10日付、バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。ありがとうございます。